ちゃ。こんにちは。こんにちは。はい、今日も登場。はい。はい、自己紹介を。はい、仙台でアナウンサーをしておりました、はい、袴田あやいと申します。よろしくお願いします。お願いします。あややでお願いします。あややですね。はい。よっしゃ。今年の楽天が非常に調子がいいと。はい。どこに要因がある。いやっぱこれ見てきたから、うん、やっぱ語ってほしいな。確かにやっぱりですね、うん、今年強いのはやっぱり新戦力がものすごくいいってことなんですよ。だと、うん、もう元ブラッシュ選手、うん、浅村選手、うん、もう絶対に活躍してくれるっていうその2人がいるから、うん、もう打力が上がりましたよね。あのこの2人が入って、まあ、打力が上がったっていうのも分かるけど、はい、なんかチームに影響力を与えたっていうことは何か感じることがある？チームに影響力、うん、浅村選手とかが、うん、ブラッシュとかも入って、やっぱり浅村選手ってこうやっぱ信頼感があると思うんですよね、うん、でそういう意味で浅村選手がこう入ってるってだけでやっぱり他の選手も安心感があるんだろうなっていうのは、まあ私目線ですけど思うんですよね。あとはウィーラー選手がすごくいい。あ、キャプテンシーというか、まあ、成績ももちろんそうだけど、いいですし、ウィーラー選手のやっぱり雰囲気を高めてるっていうのがありますよね。うん、ウィーラー選手ってあの今までで考えると夏場まであんまりこう調子が上がらない選手だったんですよ。あったかくなって体が動き出してからグッていく選手だったんですけど、どうやっていくの？グッと暖かくなってきてからグッといく、うん、そう、すごい力強い。一発目がやっぱり一番力強い。一番見たことない。グッとね、うん、はい、行く選手だったんですけど、うん、もう今シーズンはやっぱり頭からいいんですよ。動いてる、うん、なのでまあブラッシュ選手、浅村選手がいて、さらにいつもはこうちょっと遅く始まるこうね、ウィラ選手がいいっていうのがすごい要因だと思いますね。ちょっと質問してよ。じゃあ豊さんはどう見てるんですか？そうそうそう。もうなんか喋れないよね。回していいんですね。回していいってください。いや俺浅村が入って、はい、みんながフルスイングを始めたというさ、やっぱ振りが違うもん。なるほど。やっぱ西武は振るバット、浅村がめちゃくちゃ振るバットを打席で、気持ちいいですよね、うん、だからそれがやっぱなんか浸透していってで、うん、あのバッティングにつながってんじゃないかな、みんなが思い切り、確かにそれはあると思う。俺はね、だから浅村を取った効果っていうのはそういうところにあると思う。見てなかった。それはまあプロだね。だから俺はその効果っていうのはものすごくいい効果だと思う。だから茂木のスイングなんか見えない時あるもんな、早くて。いや、それ冗談だからね。それ見えてるわ。わかりづらいですよ。冗談です。ブラッシュ選手は見えないですよね。ブラッシュ選手は見えないですよ。振ったのかどうか。ブラッシュはやっぱ気づいたらもうボール飛んでますよ。いや、そんなことない。岸と則本が戦力から外れたじゃない、はい、その時にどう思った？ファンとすれば。いや、もうファンとしたら、あ、今年ちょっとやばい、あ、終わったかもそうでしょ、思いましたよ、やっぱり、ね、でも、何が支えるんだ。いや、 やっぱりね、打力はやっぱりいいと思います、うん、だってすごい点取られても取り返して勝ってる試合って多いじゃないですか、うん、先日も、ね、11対9とかどんだけ点取るんだ、もうどんだけ点取るんだって試合が何試合あるか分かんないぐらいあるんですよ。やっぱうち勝ってますね。いや、たださ、俺は不思議だなと思うのは、はい、仙台って気候的に寒い時に、はい、平日でも平気であのデーゲームやるじゃない、はい、仙台の人って仕事してる？いやいや、本当に。いや、あの、もちろん皆さん結構入ってくれてるよね。確かに入ってますね。そういう試合でもほぼほぼ今もう満員ですよ。あれ、なんなの？でもみんなもう仕事より野球なんですよ。うん、休み取るんですよ。マジで？はい。でもそんなもんです。午後休みたいなことですね。あとかもそうですね。もう野球に合わせて仕事休むみたいな感じですよ。すごいっすね。いや、まあ仙台って、いや本当に言っちゃっていいのそれ？え、いいんじゃないですか？結構度胸を伝わってるからね。これは私の予想ですからね。予想ですね。ちゃんと言ってるので。やっぱそうなんだ。そ
でも、学校単位で呼んでみたりだとか、うん、やってたよね。いろんな学校呼んだりとか、うん、もう東北を挙げて今応援してますから。そうだよね、はい、だから面白いなと思ったのは、学校対抗のリレーやってるんだよ、グラウンドで。あの5回のイニングとかで、結構面白い企画もやるんだな。いいですね、確かに。今すごいエンターテインメントに富んでて、だって観覧車があるから、ね、ありますね。あれ試合中でも乗れるの？あ、乗れますよ。スマイルグリコパークっていう、ちゃんともう公園みたいになってて。もう一回言って。スマイルグリコパーク。よく噛まないね。そうだね。ですか。毎年なんかちょこ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 変わっていって素晴らしいスタジアムになったよね。そうなんです。だからメジャーを感じれるスタジアムなんですよ。確かにそうかもしれないですね。メジャーに近づけていきたいっていう思いはやっぱりあるんですよね。今天然芝になってすごくグリーンも綺麗ですしね。楽天ファンの特徴って何なの？もうこれはもうあったかい、本当にあったかい。そう、寒いけどね。場所はね、耳切れるんじゃないかって。俺一回ナイター行った時にさ、記者線が外だったわけよ、うん、外5階にね、耳切れるんじゃないかと思う。よくやってんなと思いながら見てた時があって。空気は寒くてもファンの暑さであったかさでも温まるんです、球場が。なるほど、なるほど。豊さんには伝わらなかったんですよ。豊さん的にこっから夏に入ってって、今までってやっぱ寒い時期があったじゃないですか。で、それで血のりを生かしてっていうのがおっしゃってたじゃないですか。だから血のりってあるよね、やっぱりね。ちょっと寒いのやっぱり寒いのに楽天のチームは慣れてるし、他から来たら、うん、まあ例えばソフトバンクが来て暖かいとこから来たら、うん、やっぱプレーはしづらいよね。そうですね。そういうことは感じたことある。ありますね。ありますね。やっぱ体が慣れてるっていうのはあると思いますよ。そういうことはね。やっぱりだから血のりはあるの。あります、あります、きっと。あと豊さん聞きたいのが、平石監督ってすごい若手を起用するじゃないですか、うん、この間もルーキーが4人スタメンとか、あの采配はどう思いますか？どう思う？いや、私としてはなんかこうやっぱり若手をずっと育ててきた人なので、若手のそういう起用をこう思いっきり使うっていうのはすごいなと思うんですよね。それ当たってたので。ただね、その度胸の良さっていうのは、うん、俺石井 GM とよく話してると思うよ。はい、あだ石井 GM っていうのは石井和久、はい、まあ、付き合いあるけど、あの人は思い切って大胆な作戦を取る時あるよね。で、使ってやっぱ戦力にしとかないと後々困るぞっていう、なんか先見の明もあるんだよね、多分。石井って、石井さんが GM が、それと平石が話をして、はい、じゃあ使ってみましょうかって、それでいい結果が出ればいいし、悪けりゃ一回落としてリフレッシュさせてくれればいいし、だからそういう意味ではあの使える選手の幅を広げてるよね。だからそれは大したもんだと思うよ。ですよね。やっぱ度胸がいるよ。でも競い合うっていうのも確かに計算のうちにあるだろうね。ああ、なるほど。だからこいつが打ったから、いや俺も打てるみたいな、俺も打たなきゃみたいな。ルーキー4人で出た試合はまさにそれがこう生きて、ルーキーが決めて勝った試合だと思うんですよね。ものすごい好きだね。いや、もう目がランランとしてるもん。なんか変なこと言ったら噛みつくぞみたいな顔してるからさ。今年はまたちょっと形が違うから、優勝するにしても、はい、そうですね。やっぱつばぜり合いでいって最後抜けるか抜けないかっていうところだから、はい、だからソフトバンクが相手だとやっぱこう結構苦しむ可能性はあると。苦しむ可能性があるし、そこを勝ち取ればものすごいチームにとって力になる。いや、楽しみだな。森本投手戻ってきますから。いや、そうですよ。そうですね、今もう本当無敵の状態入りますね、多分ね、これから。いや、そんなことない。無敵ではないよ。やっぱソフトバンクっていうのは柳田帰ってくる。そうですね。そうですね。それは大きいな。柳田いなくて交流戦優勝してる。いやー、それはそうですね。今宮怪我で抹消されて優勝してる。もうそこ知れないよ、あそこ。選手層の厚さが違いますよね。でもだからさっき言われたように、はい、4人ルーキーを使ったりだとか、その幅は広げてきてる。そう、もっとこう厚くしていってるんで、そういう選手も個々が活躍すれば、そういうめちゃめちゃ強いね選手がバーっているチームにも勝てるんですよ。総合力です。何を総合力。
最初片手だったら今もう両手で押されてもちょっと盛りましたね。いいな、ちょっと顔が赤い。いいな、いいになりますよね。皆さんが見ると思うと恥ずかしくなっちゃう。いやいやいや、もっと元気になりますよ。総合力で勝ちましょうね。はい、我々もね、目が離せない。頑張ってください。はい、頑張ってください。だから日本シリーズは寒いぞ。耳ちぎれるからね。じゃあもう一回言っとく。YouTube の。あ、そうですね。はい。あややの。はい、私マイとあややの姉妹散歩という YouTube チャンネルやっております、はい、ぜひそちらも見てください、はい、概要欄に貼っておきます、はい、お願いします、ありがとうございました。